ピンポンパンポーン。ウィウィどうも、ひとりです。パート 3-4.5 はムービーだけなんで副音声でお送りしたいと思います。それではどうぞ。さあ帰ってきたね。儀式中か。さあ絆石を。なんかガラの時もこんな感じのことしてたな。ついに生まれんのか。やべ、ちょっと緊張してきた。光ってる。あ、両方。信じよう。やっぱりみたいな顔すんなよ。親だと思ってるんだ。はじめましてだな、デウス。やっぱ飛ぶ。翼が小さい。本当だ、小さくて可愛いな。お前のチャームポイントだな、デウス。ジョロ、やはり翼が。やはりって。お前来てたんかい。お前来とったんかい。どういうことだ。それが伝説のモンスターである証なのだ。ですが、もっとまがまがしい姿を想像していました。なんとか弱いレウスであることか。なんでそんなことばっかり言うんだよ。生まれたばっかりなんだぞ。この子らに見せてやらねばな。はい、長老。君たちに証を見せよう。証？竜の祠へ来なさい。やっぱ悪人にしか見えへん。あそこなんだ、めっちゃ近い。早く帰ると合流しないと。いい、あのレースはおかしい。やば。壁画か。これが伝説のモンスター破滅の翼を持つレウスの姿だ。まんまや。かつてこの地に生まれたレウスは翼を持たず空を飛ぶことができなかったという。レウスの誕生と時を同じくして各地で災いが起きた。レウスが引き寄せた災厄と人々は噂し、レウスを迫害した。
逃れようとしたレウスの背に翼が生え、レウスは大空を舞った。そして破滅は訪れた。膨大な光とともに世界が消滅したという。なるほど。世界が消滅した？破滅の翼を持つレウスのせいでか？そう伝説にある。君たちの島でレウスが祀られているのはこの伝説の影響と思われる。かわいい。起きた。確かに伝説のレウスと似てるけど。先人が残した言い伝えには必ず意味があるものだ。この伝説を無視することはできぬ。じゃあどうしろって言うんだ？今度はこのレウスを迫害するのか？それは良くない。力を目覚めさせては。どういうことですか、ゼラード様。伝説の通りであれば、そのレウスは力が眠っている状態だ。このままでは伝承の儀も成功することはないだろう。ならば力を目覚めさせ、破滅の力を持つかどうか見極めればよい。また簡単に。ですが、もし本当に破滅の力を持っていたとしたら、その時はどう対処すれば？モンスターの力を目覚めさせ、制御する技を持つ竜人がいる。彼ならば力を封じる方法にも知見はあるはずだ。もしや。おお、いいこと思いついたな、ゼラード。あ、その竜人ってもしかして？お前がそうやってた。確かクワン村にいると聞いたことがある。じゃあそうや。やっぱりデデジーのことだ。ね、知っているの、ナビル？ああ、知り合いのじいちゃんだ。俺がクワン村まで連れて行ってやるよ、ライダーさん。ふかしごけ好きなんだ。私も行く。いいの？私には責任がある。レウスの力を見極めるまでそばを離れるわけにはいかない。お前たちが進もうとしている道は安全でもなければ、希望の光に満ちているわけでもない。それでも行く覚悟があるのか？はい。うん。どう思う、ゼラード？伝説には様々な捉え方があり、その真相は誰にも分からぬもの。そうだね、彼らの未来にかけてみる価値はあると思われますが。アルマ、出立の準備を手伝ってやれ。認めてくれた、はい、よかったな、ライダーさん。行くがいい、無事を祈るぞ。はい。よし、行こう。ということでパート 3-4.5 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。では次回のパート 3-4.6 でお会いしましょう。次回で。